今日からオープンの紅葉チャンネル紹介です。はい、ということで今日ですね、紅葉チャンネルがオープンとなりました。秋が一気に近づいてきた気がしますけれども、一緒に見てみましょうか。一番下のパネル、一番左側、3本線のメニューを押してください。自然季節健康ジャンルの左上に紅葉チャンネルがありまして、こちらから紅葉の見ごろ確認することができます。また各名所を見ることができるということなんですが、毎年秋に紅葉チャンネルがオープンしますけれども、今年もバージョンアップしております。なんと京都が手厚くなったということで京都府見てみましょうか。京都府の紅葉名所もっと見るというと、この画面が初めてだと思います。皆さん見るのエリア別になってるということで、そうなんですよ、私もね京都かなり行った回数が多いんですけれども、嵐山行って、清水寺行ってとか言うと意外と遠いんですよ。土地勘があまりなくって、その一日の中でいろんな名所スポット回ろうとするときに、その一つ一つの場所の距離感がやっぱり全然違うと一日で回りきれなかったりするので、ね、同じ場所で見たいところをいくつかピックアップして回るっていうのはいいと思いますね。嵐山がね結構かかるイメージが個人的にはあります。待って、適当言ってるかもしれないからいや一日で行けないことはないんですよ。一日で行けないことはないけど、例えばほら宿に何時に戻るとかあるじゃない18時からお宿でお食事なのに15時とかに嵐山に行こうとしてて、なんか帰ってくるのに時間結構かかってあまり見れなくないみたいにね、ほら予定立てる時にあるじゃない、そういうの行けないことはないよ、同じ京都内だもんだってそう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 、だよねだよねだねそうそうそう、だからお寺とかね、ほら何時までとかもありますし、で嵐山のライトアップ見たいな、そうライトアップを見たかったんだその時。そうで、ライトアップでも見たらすごい夜で新幹線間に合わないとかそういうのがあったんですよ。だからなんかねあるじゃない、そういう距離的な問題もなのでぜひ、ほらこれは祇園がそう近いんですよね、清水寺だと。だから祇園周辺で回れるところをいくつかね、せっかく行くんだったらいろいろ行きたいじゃないを見たりするのに計画立てやすいよっていうことで、エリアごとのものがあります。なにここすごい綺麗です。赤い鳥居とまたこうセットで見られるのいいですよね。いいね、お写真もたくさんありますし、ぜひ確認してみてください。逆にこう行ったことないエリアあるかなとかね、ここのエリア行ったことない、長岡京、ここまで足を、あでも平等院は伏見宇治ですよね、行ったことあるな、ね、ぜひぜひ、あこの辺り行ったことないなとかでね、足を運んでみるのいいかと思います。いろいろ見たいですね。あ南禅寺、今年桜で行きたいって、私がここは唯一リクエストしたんですよ。そうだから桜とまたね違った秋の紅葉の景色見られると思います。そう言ったの桜そう PV 出してない出してない、 PV って呼ばないであれさあの丁寧に編集していただいてねあそうだね、また絶対嫌がると思う、もういい PV もういいってしかもまたリクエストで南禅寺行きたがるのまたかいって言われちゃうけどね、そうやって春と秋でねまた違う景色が見られるので行きたいですね。はい、さあということで紅葉チャンネルぜひバージョンアップしてるので皆さんも見てみてください。さあということで、なんか今日クロスであれ聞こうねとか言ってたんですけれどもちょっといろいろね、この番組もいろいろありますし、いろいろあったみたいでちょっと聞けなかったんですけども、また後でぜひ聞いてみてください、ゆいさんに直接ねえ、ぜひまた皆さんが聞いてみてください。ごめんなさい、役割は果たせませんでした。さあということで、でもね17時からはイブニング小牧ゆいキャスターでお送りしていきますので、そこは大丈夫です、問題ないですので、ぜひこの後も17時からウェザーニュースライブイブニング、あれもしかしてちょっと待ってね、走ってる、
あ、大丈夫か、大丈夫ということで無理かと思った、大丈夫そうですので、ぜひ17時からイブニングご覧ください。それでは皆さん、ごきげんよう。